さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、ルーブル美術館のコレクションの続きです。紀元前2900年代に入って、いろいろといろんな形のものが出てくるようになってきました。はい、そうですね。あ、人形とかありますね。はい、そうですね。タブレットもありますね。はい、はい、土器も、お、面白い形の土器も。あ、注ぎ口がついている壺もありますね。これは液体を注ぐのにいいですね。はい、はい、ね、穴が開いてますが、これ壊れてるんでしょうかね。さあ、いろいろあります。いろんな陶器が並んでいます。あ、取っ手付きのものが出てきましたね。はい、はい、今回は以上となります。はい、また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。